はい、こんにちは。いつもありがとうございます。パーソナリティのアクシスという会社の代表をやっている多田翼です。この配信のコンセプトは10分で磨けるビジネスセンスです。今回は何の話かというと目標設定についてです。で、問題提起として挙げたいのが目標に固執すぎること、こだわりすぎることの弊害なんです。で、その目標の罠、こだわりすぎることの罠にはまらないためにはどうすればいいのかの方法について見ていきます。で、今回の内容から分かることというのは、そもそも目標とは何かからです。目的と目標の関係性を見ていきます。で、後半分かることの本題に入っていくんですけれども、目標に固執しすぎることの弊害、そしてそうならないためにはどうすればいいかです。で、今回の内容を特に聞いていただきたいなと思っていることは、マネジメント職の方ですね。目標、組織とかチームの目標設定をするような方で、ただし一般的にどんなビジネスパーソンの方でも何かしらの目標ってあると思います、ですのでマネジメント職、マネージャーの方以外にもぜひ参考になればと思っています。それでは最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい、では早速ですが目標について見ていきましょう。皆さんお仕事で何か目標って持っていらっしゃるでしょうか。組織の目標があって、個人の目標があって、いくつか様々目標があるのかなと思います。では改めての質問になりますが、目的と目標の違いとは何でしょうか。この2つ、確かに似ているようで違うんだけれども、じゃあどういうふうに違うかというのをここで整理したいと思っています。で、これは私の一言の定義で、こういうふうにシンプルに表現をするようにしているんですが、目的とは成し遂げたいこと、目標とは目的達成のために必要で重要な成果です。もう一度2つ繰り返しておくと、目的とは成し遂げたいことです。それに対して目標というのは目的を達成するために必要で重要な成果なんです。で、2つの関係、目的と目標の関係というのは、目標をクリアした先に最終的に目指す目的があります。で、今の目的と目標、少しまだ抽象度が高いと思ったので具体例で当てはめて見ていきましょう。例えばそうですね、マーケティングでシンプルにこういう目的と目標というのが、考えてみたいと思います。最初の目的ですけれども、例えばでは、自分たちのブランド、ここでは A としますが、ブランド A を事業の柱にする。ブランド A を事業の柱にする。これをマーケティングの目的として設定したとします。で、それに対して目標ですね。目的達成のために必要で重要な成果。これは何かというと、3つあって、ターゲット顧客の認知率を 70% 以上になっている。70% 以上になっていること。2つ目は、認知者ベースで認知者における次回購入意向、次も買いたいと言ってくれる人が 60% 以上。3つ目、NPS のスコアが50以上です。NPS というのはネットプロモータースコアで、要するに他社への推奨度合いをスコア化したものなんですけれども、この数値が50以上です。以上の認知率、次回購入意向、NPS、それぞれの指標において、これくらいの以上の数値になる。これが目標です。これが目的達成のため、つまりブランド A が事業の柱になっているというのを分解したときに、その達成のために必要で重要な成果、これが目標なんです。はい、で、ここまで目的と目標について、特に目標について見てきました。で、ここから問題提起というか、より本題に入っていきたいんですけれども、ここから目標についてよりフォーカスをしていきます。で、最初にお伝えしたいこと、考えたいことがあって、それは目標とは唯一のものではない。もう少し別の言い方をすると、目標とは変わり得るものなんです。で、さっき私の一言の定義で、目標とは目的達成のために必要で重要な成果と表現をしました。で、あくまで目標を設定した時点では確かに目的達成のために必要なことだったかもしれませんが、いわばこの時点での仮説に過ぎないんですね。どういうことかというと、目的を達成するためにこの、例えばさっきの3つ、これを達成するとそのつながり、最終ゴールとして目的があるんですけれども、目的達成に向けて進み始めて新しい目標ができることもあるんですね。で、これが目標は変わり得る、減ったり、それが目標ではなくなったり、あるいは新たな目標として追加されること、これが目標は変わり得るという意味合いです。で、これを具体的なイメージを持っていただくために、先ほどのマーケティングの目的と目標、目標3つありましたが、これで具体例で見ていきましょう。で、さっき設定したマーケティングの目標3つですが、認知率、ターゲット顧客の認知率が 70% 以上、次回購入以降、認知者ベースですが、認知者ベースの次回購入以降が 60% 以上、そして NPS のスコアが 50%、 ちょっとごめんなさい、数字は違うかもしれませんが、認知率、購入以降、NPS の3つで設定をしました。で、ここで実は、状況が変わって、見落としている要因、
あるいは目標として挙げていなかったんだけど、実はここがボトルネックになっているという要因が出てきました。それが転倒要因だったんです。なぜ転倒要因が改めてフォーカスされているかというと、新しい競合商品が発売されたからなんですね。でその競合商品が店頭の売り場の棚の目立つところでこう占領するように置かれてしまう状況になったんです。で結果何が起こったというかというと、自社商品、自分たちが扱っている商品は棚の目立たないところ、例えば一番下に追いやられてしまったわけなんです。で確かに店頭には置かれているんだけれども、以前と比べてお客さん、消費者が店頭で手に取ってもらったりとか目立つところにない状況になっていたわけです。でこの状況において、これまで通り目標、認知率とか次回購入以降 NPS、 もちろんこれらも大事なんですけれども、フォーカスすべきは店頭要因で店頭を強化していくことなんですね。いかに自分たちが棚の中で良い位置を取っていくか、ここに目標設定を変える必要があるんです。で具体的にどのような指標に落としていくかというと、店頭において単に自社商品が店に置かれている、これは店頭配下率という専門の、用語というかマーケティングの指標があるんですけれども、単に店頭に置かれている置かれていないだけではなくて、どの棚なのか目立つ位置にはっきりと置いてもらう、これを目標設定します。具体的には棚の、そうですね、下から3つ目とか4つ目、この目立つ位置に置いてもらうこと、またフェイス数という考え方があるんですが、これは棚に並んでいる列数ですね、2列並んでいればフェイス数は2という表現をするんですけれども、フェイス数を2つ以上とする、こうした目標を重点課題として設定するんです。でこのように目標はあくまで目的を達成するためにあって、状況に応じて目標だったものが目標から変わったりなくなったりとか、なくなるというのは、優先度が下がったり、新たに目標として、今の例で言うと店頭の状況というのが目標の項目として上がってきたわけです。でここから言えることは何かというと、あくまで目標というのは目的達成のためにあるわけであって、一度設定した目標にあまりにこだわりすぎると目的達成につながらないという、ともすると、本末転倒なことが起こるんです。で目的に対して目標が変わるというのはなぜかというと、目標を設定した時の前提が変わるからです。前提が変わるというのは、先ほどのマーケティングで例で言うと競合の出現ですね。それによって店頭の棚の状況が変わったという外部環境の変化です。でこうした前提の環境変化に見なくて、見ているんだけれども今まで通り目標に固執しすぎることによって目的達成が危ぶまれる、ここに目標の罠というか、目標にこだわりすぎることの弊害があるわけです。でもちろんですね、目標に邁進するということは大事なんです。で一方でここで注意して意識してお伝えしたいメッセージというのは、その目標は今も本当に目的達成に必要で重要な成果なのかです。でここにこう前向きな建設的な批判の目を持ちながら、一歩引いて批判の目を持ちながら、一方で目標に向かって邁進していく、この両方の目が大事だと思っています。これが今回お伝えしたかった目標にこだわりすぎることの弊害と、その罠にはまらないためにどうすればいいかです。はい、今回も貴重なお時間を使って最後まで聞いていただきありがとうございました。この配信のコンセプトは10分で磨けるビジネスセンスです。これからも更新は続けていくので、よかったら次回もぜひよろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。